おはようございます。私はですね、佐賀大学芸術地域デザイン学部で、油絵を教えています、小木曽というものでございます。本日はよろしくお願いします。2021年8月の12日に予定しておりましたオープンキャンパスが、残念なことにこの状況下の中で、中止となってしまいましたので、私一応模擬授業をする予定でしたが、そういった状況なので、今回はこういう録画をして皆様にお届けするという形にさせていただきました。ご容赦ください。これが一般に、皆さんに見て、もらうようになるかどうかはちょっとまだ未定ですが、とりあえず、オープンキャンパスの同時刻に、皆さんに配信しているという形でございます。で、本日は私ですね、油絵を中心に絵を描いていますので、ちょっとそういったことを中心にお話をしていこうかなというふうに思っています。約50分ぐらいかなと思います。一人で今自分の家のアトリエで録画をしております。で、私はですね、油絵を専門にしていて、東京芸術大学というところを卒業して、佐賀大学に着任したのが2006年なので、今から15年ほど前になります。2006年から15年間やってまいりまして、ただですね、私は油絵を教えていたり、油絵、アクリル、水彩とかですね、西洋画と呼ばれるジャンルのことを教えているんですね。で、今日はちょっとですね、美術史に近いようなことを教えていきます。で、私自身はですね、正直専門家ではなくて、なんとなく美術が好きなおっさんという感じなんで、間違うことがあると思うんです。で、そこはちょっとご容赦いただければと思います。皆さんぜひですね、大学に入ってきて美術美術史の専門の先生がおられますので、しっかりそういった授業を受けられることがいいと思いますし、じゃあ今日は皆様なぜ美術を学ぶんですかということをちょっと問いかけてみようかなと思います。皆様なぜ美術を学ぶんですか。すみません、ここにカンペがありますので、ちょこちょこスライドをさせていただきますが、さあどうでしょう、少し、考えてみましょう。1、2、3。よくですね、例えば数学やったらば、こういうふうにこう論理的に考えていく能力をつけるとか、英語やったら外国の人とこれからはコミュニケーション取らんといかんとかっていうふうになりますけれども、美術をやるってなるとなかなかそれが説明しにくいんですね。で、あとは受験科目、センター試験とかに美術とかないので、ちょっとないがしろにされがちだったりするんです。でも美術の教養とかっていうのは、実は世界共通言語じゃないかなと私最近思っているんですね。この1年半ぐらいこういう状況下になって、私は実は YouTube とかをやりだしたり、学生さんにオンライン授業とかをやっていくことが多くなったりもしているんですけども、その中でもう一度学び直しながら、私自身も学び直していくときに、あれ、世界のこう共通語になりうる部分があるんじゃないかなというふうに感じるようになりました。だから皆様がまず一つ目、第一、美術をなぜ学ぶのかというのは、世界の共通語になりうるということを少し念頭に置いておくといいんじゃないでしょうか。え、どういうことですか、よくわかりませんという人もおられると思うんですけども、僕、世界で一番有名な女性って誰かなって考えた時に、モナリザじゃないかなと思うんですよ。ね、どうですか、エリザベス女王かもしれませんしね、マドンナかもしれません、よくわかりませんが、世界で一番有名な人って僕モナリザさんやないかなと思うんですね。じゃあモナリザさんを描いたレオナルドさんって誰なんやっていう話とか、今日そんなざっくりした、ものすごくこう、ものすごくものすごくざっくりした、私の YouTube とかっていうのは基本的には中学2年生男子に興味を持ってもらうということがテーマなので、中学2年生男子ぐらいが、美術ってこういう風に面白いんやっていうことが理解してもらえるとすごく私はありがたいなと思います。で、正直今言ったことを一つ世界の共通語じゃないかなという美術を知っていたりすると、それによって例えば、宗教のこともちょっと分かるわけですね。キリスト教って何ぞやみたいな話とかっていうのとか、じゃあその前身っていうかですね、元になっているユダヤ教というのがあったりとかっていう、なかなか日本人って宗教って難しいですっていう話になりますよね。私もそうでした。
今もそうかもしれません。でもざっくりした部分というのを知っておいたり、それがこう絵として、分かっていたりすると、世界で、カンバセーション、コミュニケーションを取っていくときに多少若干なりともそういうのが頭にあったりとかですね。例えばメディチ家、後々出てきますけども、メディチ家って何って話とかね、出てくると思うんですけども、例えばプラトンアカデミーなる、なんていうか勉強会みたいに開いてたんですけども、そういったものとかっていうのは何とかっていうのとか、プラトンって何、哲学者用わから難しいということになると思うんですけども、皆さんはその美術っていうのを少しざっくり知ってると、なんとなく、西洋の哲学のことがなんとなくでもまずいいと思うんです。スタートなんてそんなもんです。私もそんな程度ですので、分かっていくと世界の共通語というのが理解できたりっていうことがあるんじゃないかなと思います。でちょっと今日はそのなぜ美術を学ぶのかということを、私なりの見解、一つのこう、これ全てではないですよ、一つの考え方を皆様に、お伝えできればなというふうに考えております。正直だからなかなか説明が難しいんですが、まずこれですね、この文章あるんですね。美術を学ぶ人へという文章がございます。老眼で、近いモニターが見えにくいですみません。ですね、この文章ですね、佐藤忠良先生という人が書いた文章なんですけども、少し読ませていただきます。でこれは私、中学生の時の美術の教科書に載っていて、すごくこれ読んですごく感銘を受けたんですね。なんかこう、例えばこれを動画を見ているお父さんお母さんとか、例えばもう美術なんかで飯なんか食うていけへんわとかね、私も実際そういうことを言われました。高校の三者面談の時に、言われました。おぎそくん、こんなに勉強できんやったら絶対美術なんか行かん方がいいよとかっていうふうに先生に言われて、うちの父親がちょっとイラッと来られていたということ、私の YouTube の中でどっかで言ってるんですけどね。でその時に先生、英語の先生だったと思うんですけど、ね、先生ぐらいしかなれませんよって言われたんですね。私一応今先生もやってます。絵描きさんをやってもおります。私も一応絵を描いて、まあなんかいつかまた見せておきますけども、後ろにも今描いてる途中の絵とかいっぱいありますけども、やったり、YouTuber をまさかやっているとかっていう謎のこう、日常を過ごしているんですけども、ちょっと読ませていただきますね。美術を学ぶ前に私が日頃思っていることを皆さんにお話しします。というのは皆さん自分のすることの意味、なぜ美術を学ぶのかという意味をきっと知りたがっているのだろうと思うからです。私が考えてほしいというのは、科学と芸術の違いとその関係についてですと。皆さんはすでにいろんなことを知っているでしょうし、これからも学ぶでしょう。それらの知識は概ね科学と呼ばれるものです。科学というのは誰もがそうだと認められるものです。科学は理科や数学のように自然科学と呼ばれるものだけではありません。歴史や地理のようにも社会科学と呼ばれるものもあります。これらの科学をもとに発達したのが発達した科学技術が私たちの日常生活の環境を変えていきます。ただ私たちの生活は事実を知るだけでは成り立ちません。好きだから嫌いだからと美しいとか醜いとかものに対する感じる心があるんです。もう一度言いますね。好きだとか嫌いだとか美しいとか醜いとかものに対して感じる心というのを皆さん持っているということですね。これは誰もが同じに感じるものではありません。しかしこういった感じる心は人間が生きていくのにとても大切なものです。誰もが認める知識と同じようにどうしても必要なものです。詩や音楽、美術や演劇、芸術はそうした心が生み出そうと出したものだと言えましょう。この芸術というものは科学技術と違って環境を変えることはできないものです。しかしその環境に対する心を変えることはできるのです。詩や絵に感動した心は環境に振り回されるのではなく、自主的に環境に対面できるようになるのですと。変えることのできないものなど、物を変えることのできないものなど、役に立たない無駄なものだと思っている人もいるでしょう。ところがこの直接役に立たないものが心のビタミンのようなもので、知らず知らずのうちに私たちの心の中で蓄積されて感じる心を育てていくということですね。
人間が生きるために知ることが大切です。同じように感じることが大事です。私は皆さんの一人一人に、本当の喜び、悲しみ、怒りがどんなものかが分かる人間になってもらいたいです。美術を真剣に学んでください。真剣に学ばないと感じる心は育ちません、というふうに書いてあります。私これは中学か高校の教科書に載っていて、一番初めか一番最後に載っていて、わー感動しました。この佐藤忠良先生、あの彫刻の作家さんで、ちょっと著作権っていうのが結構 YouTube は厳しいので、死後70年佐藤忠良先生多分立っていないので、ちょっと作品とか載せれないんですが、皆さんね、あの大きな株っていう絵本読まれたことないですか？大きな株、あの絵を描いてるの佐藤忠良先生なんですよ。だから彫刻家でありますけども、絵も描けるということですけども、こういったことが書いてあります。非常にいい文章ですね。私大好きな文章なんですけども、でよくこう皆様にこれ問いかけるんですね。なぜ美術を学ぶんですかと。で、往々にしてよく答えが出る一つは感性を育てるっていう。で、まさにこれ、その今の文章その通りだと思うんです。感性を育てる。でもすごくこれって曖昧で、まあ、これからの時代っていうのは、なんていうか、もう少しこう具体性を持ってしないと説得力というのがなかなかないんじゃないかなと。僕はこの文章がまずベースにあって、じゃあ、よりこう具体性を持った言葉で、学生をなんとか説得していくというか、例えば教員になっていく学生さんもいます。佐賀大学芸術地域デザイン学部は、もともとは、教育学部が前身にありました。だから多くの先生方がここの大学から巣立っていっているんですね。で、じゃあまず、皆さんちょっと考えてほしいんですけども、皆様の周りにある美術って何ですかっていうことをちょっと考えてみてください。何がありますか？これはちょっと前にある、熊本の高校生にオンライン授業をした時に、回答が出た。例えば一つは仏像とかですね。あとなんて答えたかな当時で、もちろん仏像もね、あの仏像の美術っていうものですけども、もう少しこう冷静にこう考えてみたら、おじさん今こじゃれたシャツ着てるわけですよね。例えばここにチェックの柄を入れて、これはなんかストライプにして、ここはなんかブルーにしてみたいな、こういう風にはめ込んでいこうと。これが例えば肩口にあったらどうかなとか、このブルーがここにあったらどうかなとかって、多分試作の段階とかではすると思うんですね。ベースはグレーがいいかなとか、いやじゃあ黒っぽいのをベースにしたやつを作ろうかなとか、いろんな多分服があると思うんですけども、実はこれも僕美術やと思ってる。うわ、こじつけやこのおっさんって感じかもしれませんよね。私のここにあるのは iPad ってやつですね。こういうのもね、こういう四角のデザインで、ここの丸みがこうなってこうなって、特にこうアップル創業者スティーブ・ジョブズってめちゃくちゃその辺こだわりました。猛烈にこだわった人なんですね。で、一つ一つのものっていうのを作る時にも、例えばここに筆がありますね、黒いベースに黄色いやつでっていうこととか、これもデザインですよね。で、これ美術なんですよ。で、ちょこっと考えてみると、美術が全くない世界って想像したことある人いますか？例えばおじさんこじゃれたメガネしてるわけじゃないですか。これはまあ、ある程度安い、なんていうかメガネ屋さんで、セットで1万5000円ぐらいで買ったやつですけど、これプラスチックになってるんで、プラスチックやからこないして、うちチビが下に恐竜がおるんですね。うっさい男がいるんですけど、こういう風になる。で、こういう風に例えばなるとかっていうのとか、こういう四角いデザインとか、ここのグレートーンとかっていうのをね、作る時にも美術、そして選ぶ時にもこれがいいかな、自分にこれが合うかなとか、ちびっこが触った時にこうなっても大丈夫なようにとかっていうことを考えるのも美術。実はそうだと僕は思ってんすよ。こじつけですか、そうですか。で、ですね、こちらですね、これ学習指導要領というものなんですけども、皆さんが要は中学とか高校、これ高校やったか中学か忘れました、すみません、だいぶ前にこのパワーポイントを作っているんですけども、パワーポイントから抜粋しておりますけども、ちょっとこれ、こういうふうに美術の幅広い創造活動を通して美的体験を豊かにして、生涯にわたり美術を愛好する心情を育てる、美術を愛好する心情を育てますか、どうですか、とともに感性を高め、ここで感性出てくるんですわね、創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばし、鑑賞の能力伸びてますか、どうですか、美術文化について理解を深めるということ、高2か中2か知りませんが、2も3も大体似たような感じのことがちょっとずつこうグレードが上がってるんですけども書いてあるんですね。さあ皆さんどうですか。さて問題です。この人は誰ですか。
ん？このおじさん誰ですか？芸人さんですか？あのクロちゃんですって感じですか？どうですか？皆様お答えどうですか？出揃いましたか？うん、誰だこの人は。はい、じゃあ正解いきます。この人というのは黒田清輝という人でございます。黒田清輝、皆さんね、聞いたことありますよね。黒田清輝、九州の人やったらなおさら鹿児島の出身ですよね、東京美術学校、後の東京芸術大学ですよね。東京芸術大学初代の油絵家の教授として、なられて、すごく絶大な力を誇ったわけでございますよね、作品とかっていうのはこういう作品、湖畔とか痴漢城とか教科書で見たことあるけども、この人は何者なのって聞くと、お、何派の人でとか、なんかいろいろこう出てくるかもしれませんけども、ざっくり例えば言いますよ。フランスに留学していた際にラファエル・コランっていう人について印象派的な技法を日本に持ってきた。で、この人によって石膏デッサンを木炭で描くということが広まっていったわけですね。ザク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 と木炭デッサンなら描けますよね。鉛筆よりもザクザクザク。だから未だにその木炭デッサンっていうのはどちらかというとザクザク描いていって消したり取ったりできるような感じで油絵に適してますよ的な、油絵のような感じに近いですよみたいな感じで、木炭デッサンというのが普及していったのはこの人のあれなんですよ。で、この人は、要は、紫派とも呼ばれたり、新派とか呼ばれたりしたんですね。ちょっとその辺は、美術史家の先生にぜひ聞いてもらえたらいいと思うんですけども、細かい部分とかですね。紫派っていうのは、要は、印象派っていうのは、影の部分、暗部の部分を紫に描いたっていうことから、紫派と呼ばれた。新派、新しい派。で、旧派っていうのもいるんですよ。かわいそうですよね。もう一つの別称はですね、紫派に対して、ヤニ派とも呼ばれた。うわ、かわいそうでしょ。新派、旧派、紫派、ヤニ派。うわ、ヤニやってかわいそうでしょ。っていう風なのもいるんですね。だからこの人に前に留学して絵を持ってきた。例えば高橋雄一とかっていう人聞いたことあるかもしれない。鮭描いた人とか。で、後々にちょっと出てきますけども、そういう子、黒田清輝という人です。この人誰ですか？さあどうですか？例えばオープンキャンパスを佐賀大学で行っていたらね、多くの学生さんが九州、福岡から6割ぐらいかな、佐賀から3割ぐらいかなとかっていう来る予定だったと思うんですけども、大体そんな感じです。毎年熊本から0.5割、長崎から0.5割とか、宮崎とかからね、で、ほんと全国から来る予定だったと思うんですが、じゃあこの人誰ですか？知ってますか？はい、正解はこの人は岡田三郎介という人です。岡田三郎介。ぜひですね、佐賀県に来られたら、佐賀県立美術館、学芸員の人を紹介しておきますよ。宣伝しておきますよ。佐賀県立美術館に行かれてみてください。岡田三郎介さんというのの作品だけを扱った岡田三郎介ルームという、岡田ルームというのもございます。ここ無料ですので、ぜひ行ってみてください。あとはですね、今から4、5年前ですけども、岡田三郎介さんが、東京の恵比寿に、アトリエを構えていたんですね。で、そのアトリエを移築してきて、佐賀県立美術館の敷地内、にございます。博物館からちょっと出たところです。カフェとかあって、そこ抜けていったところに岡田三郎介さんのアトリエが あります。これも多分無料で公開されている、多分じゃないな、公開されていると思いますので、皆様ぜひ佐賀県に来られた際は、そこまで足を運んでいただいて、そこから道を挟んだら佐賀城、跡っていうかですね、そこがあって、そこに鍋島直正像、っていうのがドーンとあります。それは佐賀大学の徳安、教授という彫刻の先生が作られた像なんで、そういったところもぜひ見学いつかしていただければと思うんですけども、で、岡田三郎介ってじゃあ何っていうと、この人は先ほどの黒田清輝のお弟子さんにあたる人なんです。お弟子さん、もう直属のお弟子さんって考えたらいいんじゃないでしょうか。東京芸大の、初代の准教授、今でいう准教授、助教授ですね、東京美術学校のですね。で、同じように紫派って呼ばれたわけですよね。第1回の文化勲章を受賞している。第1回の文化勲章を受賞している人が佐賀県の出身なんですよ、とか。皆さん知ってますか？ちょっとこう、今これ古い話してますけど、例えば最近身近にこう美術を感じて、例えば佐賀県出身の人ですごくフューチャーされた人がいるんですよ。こうやってこう、なんか火がついてんの持って走ってましたよね。このデザインされた人、そうです。吉岡徳仁さんっていう佐賀県有田工業出身の方がデザインされているんですよ。実はその美術というのが実は縁とかゆかりとかっていうのが実は身近にあって、そしてそれが地元の皆さんの近くに縁やゆかりとかがあるんですよ。っていうことをちょっと知っておいてください。で、あとは百武兼行健康先生っていうんですけど、この方は残念なことにヤニ派って言われてるんですけど、僕実はすっごい好きなんですよ、この人。
でやっぱ本当にもう1800、何年に留学をされていて、外交官ですね、本当に、油絵の初期中の初期ですね、確か高橋由一の次の年かなんか留学されているんで、本当にもう2番目に油絵を持ってきたぐらいの人なんですけども、非常にこう油絵の使い方を一生懸命駆使されたすごく頭のいい方なんじゃないかなと思います。でこの例えば、百武の絵とかを岡田とかは見て、勉強していたっていう風に書いてあったりしました。じゃあ次の問題をいきます。佐賀県から離れます。じゃあこの人は誰ですか。あ、誰じゃないなこの作者は誰ですか。はい、皆さん考えてみましょう。でこの間熊本の高校生に行った、正解は出なかったですね。さあ皆さんわかりますか。そうです、これはですねレオナルドさんのです。レオナルドさんって誰ですか。ダ・ヴィンチさんですね。ダ・ヴィンチって何ですか。ヴィンチ村出身のレオナルドということなんですけども、レオナルドさんの作品じゃないかと、ほぼ大神筆じゃないかなと、もうこの辺はもう予測の範囲になってくるんですけども、サルバトール・ムンディという作品なんですけども、2017年のオークションでこの作品いくらになったと思いますかね。え、皆さんどうですか。大金持ちですか。あ、分かりませんが、いくらですか。皆さんこの絵欲しいですか。私も欲しいですね。いくらぐらいと買いますか。100万円ぐらいと買いますか。分かりませんが、正解はバン、なんと500億円。ねえ、500円置くんじゃないですよというトミーズ、ケンさんのギャグがあります。一応こういうふうに著作権がありますので言っておりますが、サルバトール・ムンディという作品なんですけども、これはオークションで、なんと500億円で、世界新記録、約500億円で落札されたんです。意外と最近のニュースなんですよ。2017年かなんかやったので、意外と最近クリスティーズのオークションで4億5000万ドルぐらいっていうことなんで、レート今110円かなので、4億5000万ドルなんで、かける110円ぐらいなんで、500億円。500円置くんじゃないですよっていうことなんですよ。皆さん知ってましたか。え、なんでこんなすごいって、そんな大きくないです。確かね8号ぐらいやからこのぐらいやと思いますよ。私の、このぐらいかなと思います。そんな大きな作品じゃないんですよ。じゃあなぜこれが500億円にもなるのか、そしてね、そんなお金を持っている人がいるというのもすごい話なんでございますが、なぜこういうのになるのかっていうことを紐解いていくこともすごくこう美術を学ぶ上において大事だと思うんですよ。じゃあ皆さん、そもそもじゃあルネッサンスって何ですか。ルネッサンスというギャグがありますよね。ヒゲ男爵さんのギャグを今パクりました。そもそもルネッサンスって何ですか。これも皆さんに聞くと大体同じ言葉が返ってきます。でも私は YouTube でやってる時に、先ほども一番初めに言いました、中学2年生男子、まあ失礼を申し、失礼な発言がありました。お詫びして訂正いたしますというジョークも言わせてくださいね。ルネッサンスって何ですかっていうふうに聞くと、おおよその人が文芸復興とかですね、再生とかっていう感じで答えるんですね。何から文芸が復興したんですか。ん、よう分からんぞ。中二男子に分かりますかね。中二男子だったら大体おしゃれのことしか考えてないと思います。脳みその中はね、もう適当に喋ってますよ。これを中学2年生にやっぱ説明できるようになってくるっていうことが僕は大事だと思うんですよ。で、私はそういうのを頑張ってやっているわけなんですけども、まあ文芸復興とか再生とかっていう言葉があるんですけども、そもそもちょっと難しい話、あんまりこう私も宗教のところ苦手なんであんまりこう深くはいかないですけども、キリスト教というものがあって、なんとなく聞いたことある人いるんじゃないですか。偶像崇拝の禁止っていうのが、え、何ですか。偶像を崇拝して崇めてはいけませんよというのがあるんですね。モーセの10回ってなんか聞いたことあるぞと、石板見つけたぞとか、今の時代すごく便利なので、そういったこう宗教関係の動画とかもすごく上がっています。すごくあります。だから勉強するのに、もちろん本読んで勉強するのが一番いいんですけども、ちょっと苦手やっていう人はそういった動画とかを見られたらいいと思います。もともとはその偶像崇拝が禁止であるとか、まあ、キリスト像は書いていいけども、イコンとして、イコンって分かります。アイコンとかね、スマホのアプリの点々点みたいなですね。ああいったもの、アイコンみたいな、形で書かれるのはいいですよという、なんとなくこう、あやふやな部分があったんですね。で、それが、古代ギリシャローマ、要はキリストが、要は、
今から2000年ほど前ですよね、キリスト教というのが出てできるわけですよ。でもその元になるのはユダヤ教なんですよ。ユダヤ教のまあ一派といいましょうか、考え方というのが、ユダヤ教というのはユダヤ人しかなれない宗教なんですね。でもキリスト教というのは信じる者は救われるという考え方、キリストがそういった考え、要は誰でもこう信じる者は救われるんですよというようなことがキリスト教なんですよ。でユダヤ教から要は派生していったという考え方、そしてねお弟子さんがいろいろ広めていって、聖書なるものが書かれていって、ということですよね。なんかちょっとざっくり今言いましたよ。でもある一時こう書いてありますけども、約1000年間ぐらいこの偶像崇拝禁止と呼ばれるものによって、紀元前のものとか あたりとか古代ギリシャローマのものとかっていうものがどちらかというと封印されてきた時代があったわけですよ。でもなんとなくやっぱり宗教を広めていくためには、ちょっとこうキリストの生い立ちやら何やらをこう書いていったり、こういう風に字が読めない人いるわけですよね。でそういう人に絵を描いて、あキリストが生まれたとかですね、受胎告知って言ってですね、ね大天使ガブリエルさんが来てですね、マリア様に、っていう受胎告知の場面であるとかっていうのとか、いろいろこうそのキリストがずっとされていったことが書いてあるわけですね。でそういったものを教会の壁面とかに書くようにちょっとずつなっていくわけですよ。でその一番初めと、その前にじゃあ古代ギリシャローマって何って話ですけども、皆さん大好きな石膏像でちょっと見てみましょうか。石膏像でね、ちょっと先ほどの話すみません、戻りますけども、例えばこちらですね、古代ギリシャ、要は基本的にキリスト教というのは一神教ですよね。キリストというのは神の子っていうかですね、預言者とかいろいろ読みます。神がいてその言葉をっていう一神教なんですけど、古代ギリシャとかはいろんないたわけです。このヘルーメスさんなんていうのはギリシャ語、ラテン語、要はギリシャ神話に登場する青年神であるとか書いてありますよね。マルースとかっていうの、皆さん大好きですか、石膏像。私はそんなに好きでも何でもないんですけども、マルースとか呼ばれます。ローマ神話における、戦いと農耕の神なんですよ。要は古代ギリシャローマの時には神様 いっぱいおったわけですよね。例えばこれはスマトラ島のニケっていうのとか、石膏像に当てはめて今考えてますよ。先ほどのマルスとかヘルメスっていうのは、例えば古代ギリシャローマに対して、今度はこのブルータスっていうのは何、皆さん石膏デッサン書くと思うでしょ、書くでしょ、ブルータスって何ってなるんですけども、これの像自体はミケランジェロの作品なんですよ。おー、要はさっきのマルス、ヘルメス、ブルータス、もうねもう石膏像3大トップ3トップかもしれませんけども、このブルータスというのはね、マルス・ヘルメスよりも1500年後ぐらい、ルネサンスってちょっとね1500年ぐらいの話と思ってください。まずざっくりね、1500年ぐらいの話、要は紀元前の話がいきなりこうみんな書いてるのが、アマルス教かこう、まあ、もうヘルメスかこうブルダスかこう、実は歴史的に言うと1500年も間があるんですよ。これミケランジェロさんが作った作品で、本物は本当にこう蚤の跡的なものがガーッと大理石かな、これブロンズかな、よく分かりませんけども、残ってたりするんですよ。でもそれを石膏を固めて固めて固めて、何回も何回も鋳造してロロロロってしてると、トゥルトゥルトゥルっとしてるんですけど、本物僕は見たことももちろんありますけども、すんげえかっこいいんですよ。っていうことで、石膏像だけ見ても古代ギリシャローマからそのルネサンス期のものとかも書かれていたりとか、例えばこのウードンという人が作ったモリエールという像は、これはもう17世紀の作品です。17世紀の作品なんですね。18世紀です。1741年からウードンさんはですね、1828年って書いてますので、ものすごい長い歴史の間のことを皆さん書いているんですが、実はそんなことあんま考えてないでしょ。でやっぱりそういうこともちょっと考えると、古代ギリシャローマの石膏を今日は書いているんだ、あこれはルネサンス期のものだとか、あこれはバロックあたりのその後ぐらいのかなとかっていうのとかですね、いうのをジョルジョも載せておきました。であとはですね、これ哲学、これ難しいんでね、私もちょっとこの辺説明ちょっとね、大学にぜひ来てください、哲学の授業もありますよ。例えばこのソクラテスという人がいますよね。ソクラテス聞いたことあるぞと、世界史の教科書で読んだぞと。これは紀元前469年の人ですね。その後お弟子さんにあたるプラトンという人はまた紀元前427年、その後アリストテレス、またお弟子さんがいるわけですよね。
で、細かいことはちょっとこう、割愛させてもらいますけども、簡単に言ってしまえば、自問自答していくわけですよね。人間ってなんで息をするのかなとか、なんで空って青いのかな、水はなぜこう、とどまることを知らないのかな、問答をしていって、そこから学問というのが生まれてくるわけですよ。学問っていうのはそういう風に生まれてきて、哲学というのが生まれてくるわけですね。アリストテレスであるとか、で、プラトンであるとかっていうの。で、ぜひそういうのは大学に来て皆さん勉強されることをお勧めしますというか、そういったことを学ぶのが大学という場所です。ね。で、こういった考え方とか、ギリシャ、古代ギリシャ、ローマのこういった考え方であるとか、こういうものを美しいマルス、ヘルメスのような肉体美みたいなものを取り戻してみてもいいんじゃないかということで、ルネッサンスというのは発展していったんですね。じゃあそもそもこのルネッサンス三大巨匠とは誰でしょう。実はこれもあんまり答えが出ないんですよ。面白いもんでしょう。世界史で中学生ぐらいで習いませんか。一人わかりますね。レオナルド・ディカプリオじゃないですね。ダ・ヴィンチですね。レオナルド・ダ・ヴィンチ。じゃあもう一人誰ですか。ミケランジェロ、正解。あなた正解。あと一人誰でしょう。ん、あ、聞こえます。ん、そうですね。サンドロ・ボティチェリじゃないです。ボティチェリ、ヴィーナスの誕生とかですね、プリマベーラ春なんていう作品を書いた人なんですけど、意外とここの3人目出てこない。ラファエロ、あら、聞いたことあるわーって感じですか。これを見てるのは誰なんでしょうか、よくわかりませんが、そうなんです、ラファエロという人なんですよ。サンドロ・ボティチェリ入ってこないの、あんなに超有名な、もうまさにルネッサンスっていう感じの絵ですよね。華やかなーっていう、ヴィーナスですから、ほんと女神、神ですよね。あ、一神教なのに、あ、ギリシャ、古代ギリシャ、ローマの神話のものを書いていいんじゃないか的な雰囲気な空気になっていったという時代がルネッサンスなわけですよ。なんでかというとですね、メディチ家、あ、出てきました。メディシーンとかメディカルとか聞いたことあると思いますけども、薬剤師さんやったらしいですね。そのメディチ家というもう超大金持ちです。もう権力者、超大金持ちで権力者のメディチさんが、勉強会開こうか、なんか古代ギリシャローマってすごいぜ、みたいな、彫刻もちょっといろいろ買い集めるぜ、みたいな感じでやったわけですね。あの、例えば、ヴィーナス誕生とか、プリマベーラとか、レオナルドの若い頃書いた受胎告知というのがあるのは、フィレンツェにあるウフィッツという美術館なんですよ。ウフィッツ、オフィスなんです。オフィスという意味です。で、ウフィッツというのは、そのメディチさんのオフィスだったんです。もう超大金持ちで、もう権力者ですよ。で、その人が、うん、なんか古代ギリシャローマにめっちゃ面白い考え方です。例えば、あ、よし、じゃあ勉強会しよう。プラトンアカデミーなるものを開いて勉強会するぞ。よし、ちょっとこういろいろ声、お、ボッティ君ちょっとおいでみたいな感じで、ボティチェリはその、プラトンアカデミーに行ってお勉強していたわけですよ。でも、もう一人の天才、じゃあこのサンドロ・ボティチェリに対してレオナルドさんの関係は何ですか、どういう関係ですか。そうなんです、実は同じ工房で実は勉強していたお兄さん弟子と、レオナルドが7個下の弟弟子ですよね。立川流、立川男子さんがいて、なんとかさん、志らくさんがいてみたいな感じですか。ちょっと今適当に喋ってますけど、要は一つの工房、ベロッキオさんの工房の中のお兄さん弟子がサンドロ・ボティチェリで、レオナルドっていうのは弟弟子だったんですよ。へえ、面白いでしょ。じゃあ皆さんが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐って分かりますよね。最後の晩餐ってどこにあるか知ってますか。フィレンツェが真ん中あたりとしたら、ミラノ。ちょっと上の方にあるんです。ちょっとこう、場所を出すと失礼かもしれませんが、北の方にある。例えば、東京がフィレンツェとしたら、大阪がローマですか、逆ですか、よくわかりませんが。で、もうちょっとこう、例えば、大変ミラノの方、そしてもう一つ、仙台かも、すみません、仙台の方、ちょっと例えが上やからっていうことで、例えば仙台の方にあるんですよ。っていうふうに考えると、あれ、レオナルドって、ルネッサンスの三大巨匠って呼ばれてるけどとか、いろんなこと考えませんが、そんな面白くないですか。で、レオナルドという人の絵、例えばモナ・リザっていう絵を皆さん頭で想像してみてくださいね。一方、サンドロ・ボティチェリのプリマベーラとかヴィーナス誕生、どちらでもいいです。ちょっと想像してみてください。だいぶなんか違いませんか。時期的にはそんなに違わない時期、まあ、サンドロ・ボティチェリはちょっと前に描いてますけども、描いているんですよ。で、何が違うかというと、レオナルドの方はちょっと暗かったり、なんか、トゥルッとしてる。一方、サンドロ・ボティチェリは華やかやなっていう感じがしませんか。ね、それは描き方自体も違うんです。テンペラ絵の具というものを使っているのと、油絵の具を使っているという。
油絵の具っていうのが。そうなんです。それまでっていうのはまず壁面に描いていった、教会とかの壁面にキリストさんの生い立ち、ジョットという人とかから始まっていきます。こちらですね、ジョット。これなんかね、ユダっていう人がなんか接吻をして、なんかこいつはキリスト、こいつがキリストだという合図のために接吻をしたという場面なんですよ。ぜひ勉強してみてください。でそれで要は裏切り者として、でその前の出来事というのは最後の晩餐、この中に裏切り者がおるぞっていうことで、誰なんていうのが最後の晩餐ですよね。でそのユダっていう人が、この人がキリストですっていうことを、何のためにっていうと、ざっくりこれあってすみません、間違ったすみません、本当に、謝罪しておきますけど、キリストが、いろんなとこずっと回っていくといろんな奇跡を起こしていくわけですよ。そうすると、わあ、なんかこの人すごいぞ、で信じる者は皆さん救われるんですよって説いていく。そうするといっぱいお弟子さんがついてきて、わあってなっていってエルサレムに戻ってくると。そうすると、もともとユダヤ教のうんぬんかんぬんぬんぬるっていうのを勉強してみてください。面白いでしょ。でこういう場面を、例えばこれはフレスコ画という、要は漆喰の壁にやっとか塗って、それが生乾きの状態で描いていく。生乾きの英語で言うとフレッシュですね。フレッシュ、イタリア語で言うとフレスコっていうんですね。フレスコが生でっていう感じで、まず壁面にこう漆喰の壁を塗って、でそこに顔料と水で溶いたもので描いていく技法があった。それが脈々とあって、油絵自体ももともとあったんですが、でだいたい壁面が埋まってきたぞとなってきて、なんかちゃう方法ないかな、なんか絵のないかなっていうので、テンペラ絵の具というのが出てくるんです。次はテンペラ絵の具、テンペラですね。それテンペラっていうのはポルトガル語なんですよ。テンペラがっていうのはイタリア語に対して、ポルトガル語テンペラがじゃないなっていう、つなぎ合わせるという語源らしいですが、テンペラ絵の具というのが出てきました。でそれを主として使っていたのがサンドロ・ボッティチェリですね。板にこう書いていって、でレオナルドというのはその当時最先端の技法だった油絵の具をすごくこう多用していくわけですね。油絵の具の良さっていうのは、すごく乾きが遅いのでグラデーションですね。例えば指でこすって輪郭をぼかして描いていて、霧のようにぼけていくスフマートという技法でやるとかですね、そういった技法とかをやりやすいっていう技法とかを書いていた。ちょっともう一つ、例えばフレスコ画の絵とか、こちらピエロ・デラ・フランチェスカという人ですね。レオナルドが亡くなったのが1519年、今から、要は502年前ほど、これ動画公開されている時からですよ、502年ほど、覚えやすいでしょ、1519年なんだ。あ、そうなんや、502年前。でそれよりだいたい7、80年前ぐらいにこれは書かれているのかな、違う、50年ぐらい前に書かれていると。モナリザが書かれているのが1503年とされているので、そこからだいたい50年ぐらい前には、こうやってこのピエロ・デラ・フランチェスカさんは、壁面にはこれなんかね、わかります、キリスト洗礼を受けてるっていう場面ですけども、フレスコ画で描かれて、一方テンペラ画で描かれてというふうに、技法もやっぱりこうフレスコ、テンペラっていうのがあるんですね。でもう一枚ぐらい、フラ・アンジェリコ受胎告知って聞いたことあるでしょ。でこれは要はルネッサンス、初期ルネッサンスというふうに言うのかな。でフラ・アンジェリコという人の作品でございます。これもプラド美術館にあります。でこういったキリストの場面が描かれていくんですが、レオナルドも若い頃に受胎告知というのを書いているわけですよ。でその油絵の具というのは、実はこちらですね、こちらの動画を見て、動画というかこれ画面見ていただくと、そうなんですよ、もともとは北方ルネッサンスと呼ばれる言葉、フランドル地方と呼ばれる言葉、ネーデルランドとも言います。あ、ややこしい、何言ってるかわからん。オランダとかってネーデルランドって、こうオリンピックなんかやってたりすると書いてあったりするの分かります、ネーデルランドとか。あのあたりドイツとかベルギー、オランダのことをフランドル地方と言いました。実は油絵というのはそちらの方で成熟していきます。出来上がったわけじゃないです、成熟。その代表格というか人が、このヤン・ファン・エイクという人です。ヤン・ファン・エイクという人が初めて油絵の具を駆使してめちゃめちゃ上手に描いたというのがこの作品だったりします。めちゃくちゃ上手でしょう、私も大好きな作品です。でベルギーですね、いやそれが輸入されていったんですよ。輸入でちょこっとだけ物事を現代と考え、すり合わせながら考えれる皆さん能力を身につけると面白いんですけども、私が大学生を過ごしたのが1995年ぐらいから2000年卒業なので2000年とかです。
95という数字は案外少しキーワードになっていて、例えば皆さんはジャングルと呼ばれるもので買い物しませんか？アマゾンさんですね。言うても大丈夫だと思うんで、アマゾンさん。あれが創業したのは1995年。Windows95 なるものが出て爆発的にコンピューター、PC ですね。PC って何の略ですか？パーソナル、個人のコンピューターとして普及したのが1995年です。で、それによってインターネット革命なる、もう、例えば高校生の子なんてもう当たり前に生まれた時からパソコンあるで、気づいたらもうスマホなんか持ってたでっていう感じかもしれませんが、おじさんの時はなかったんですよ。もうそんな雑談してると時間がもう39分も経ってますんでやめますが、ねえ。で、そういう、こう、なんかこう、革命期っていうのは、新しいものが入ってきて、それに拒絶する人もいるんですよ。もうほぼいなくなりましたが、俺はガラケーしか使わんっていう人、何年か前までいませんでした。でも、こう、新しい技術が入ってきた瞬間っていうのは、それを拒絶反応が起こったりとか、案外するんですね。で、レオナルドは油絵を、いち早くこのヤンハン・アイクであるとか、この時代、例えばカンピンとか、ファンデル・ウェイデンとか、約、ダヴィンチが生まれるちょっと前に、その場所が違うところで、ベルギー、オランダ、あたりとかで、もうドイツとかで、油絵を使ってる人たちがいたんですよ。で、その技法が輸入されてきて、レオナルドは最先端のことをやっていて、うわ、めっちゃグラデーションつけれるやん、みたいな、左利きやからこうかな、なったんですが、ちょっと新しすぎたんですよ。だから君、ミラノへ行ってこいっていう感じで、要は、軍事特使かなんかで、ミラノの方に、もう左遷されているんですよ。だから、フィレンツェで中心に活躍はしていないんですよね。特に初めの方って、ミラノのところで代表的な作品とかを描いている。ああ、これだけでも今全然話が足りませんね。こう、例えばこの作品、ちょっと見せたかったので見せます。これは快楽の園という、スペインのプラド美術館にある作品なんですけども、これはヒエロニムス・ボスっていう、ボッシュっていう人が描いた作品なんですけど、よーく出ている。また見てみてください。インターネットで、ヤッホーしてください。すごいディティール見ると本当に今のアニメ漫画にの原点になるような、もう危機開会し、なんていうか、もう珍味毛量たちがうろうろいたりしますよ。で、こういったものを、が実はホッポールネッサンスというところで育っていて、この作品自体は本当に、ルネッサンスの、イタリアルネッサンスのレオナルドとかサンドロ・ボッティチェリが描いていた頃に同じくらいに描かれている作品なんですよ。だから違うところで違う文化が育っていたということ、面白いですよね。っていうことで、ちょっとすごくざっくりですが、ルネッサンスの話をしたんですね。じゃあ、なぜこれが一種衰退していくか、やばい、もう時間が全然ない、かというと、ルネッサンスというのは、皆さん、ルターの宗教改革っていうのを聞いたことありますよね。ざっくり言いますよ。ルターの宗教改革によって何が起こったかというと、免罪符とか宿友状って読むんですか、僕らの世代は免罪符で習ったんですけど、これを買うたら罪は免れますよ、教会まで行ってわざわざ小懺悔しなくても、この免罪符を買ったらいくらか知りませんよ、それを買ったら罪が免れるよっていうものをローマカトリック教会いっぱいこう売り出したんです。もうとにかくでかくしたい、うちの教会めちゃめちゃ高校生にうーっていうことで、お金が必要やっていうことで免罪符を、で、街自体全部が華やかだったっす。ハッピーハッピーですね。皆さん知らないかもしれない。バブルっていう時代がそうだったらしいですよ。私はその時中学生ぐらいだったんでよく知りませんが、そんな恵まれた世代に育っておりません。で、その要は世の中がバブルの中で免罪符をもう買ったら罪が免れるよっていうことで、俺なんかそれっておかしくないと言ったのがルターさんなんですよ。確かに俺たちこんな風に華やかになんか楽しそうにやってていいのかっていう考えになっていったのがルネッサンスが収束していく。もうそれで、ね、プロテスタントというのが生まれて、カトリックとプロテスタントがものすごい喧嘩をしていくということですよね。というので一気に収束していった。1517年ぐらいまでというふうに書かれていたり、まあその辺がなんか曖昧やったりすると思うんですけども、なんとなくそういうふうな、細かいものとかを覚えるよりは大きく覚えてみるとなんとなくわかりませんか？プラトンアカデミーというところでメディチさんがその古代ギリシャローマの考え方とかというのを教えたりして、そういうところに彫刻とかがあって、うわすげえ、ミケランジョがそれ見て、あ、彫刻作ってみようとかって思ったという話でございました。じゃあ次の作品はですね、こちらの作品どうですか、この作品は誰のですか、お、聞こえてきます、そうです、パウル・セザンヌという人ですね。この人なんですかね、え、
ポール・セザンヌ、これもちょっとインターネットからのあれなんで、2011年カタール王室が勝ったということで、2億5900万ドル以上、本当かどうかわかりませんが、今のレートで言うと300億円、ほんまかな、ようわかりませんが、こういった作品です。セザンヌってすごい難しいですよね。僕も実はすごい難しい作家やなと思います。実はこの人っていうのは、印象派、第1回印象派展に出してるんですよ。もうすごい変な絵出してたりするんですよ。首吊りの家なるものとかですね。でもこの人っていうのはポスト印象派、ね、後期印象派とかポスト印象派って呼ばれたりする。さあ皆さん考えましょう。印象派って何ですか？ね、印象派って何ですかっていうと、またこれまた難しくなりますよね。で、印象派っていうのはざっくりまた話しますよ。もう時間が迫ってまいりました。だらだらだら汗かきながらおじさん話してます。 この人はちょっと一人だけ挙げてきます。ブーグローという人がいます。すごい上手ですよ、ブーグローっていう人で。当時はフランスというのはサロンっていう国がやっているルネサンスより約300年後の話です。だからその間にもいろんなこと、バロックっていうのがあったり、真珠が歪んだという言葉でバロック、あ、またね、大学来たら勉強しましょうね。で、とか、このサロンというのがあって、要は国がやってる観点ですね。国のやってる観点。で、それに出さないと個展ができないよっていうか、個展じゃないな。展覧会っていうのはサロンしかなかったんですよ。だから絵描きさんはみんな必死になって、それに入選したいということを必死のパッチをこいたわけでございます。でも、なかなか入選しない。で、例えばこういう本当にね、ヴィーナス、まさにほらまたヴィーナス描いてるわけでしょ。裸を描きたいと思ったらヴィーナスしか描いちゃダメぐらいの感じなんですよ。ヴィーナスなら裸描いてもいいですよという、こう歴史的なものとか、そういうギリシャローマ神話的なものとかっていうのを描くのはいいんやけどもっていう話で、そういったものをサロンとかに出して入選したり落選したりということで、起こってきたわけですね。で、ちょっとこちらをお見せしておくと、マネって聞いたことありますね。あ、モネとよう名前似てる人やって感じですね。マネという人、この人頑張ってサロンとか出すんですよ。落選したり入選したりを繰り返すんですが、結構危ない作品とかを出していってます。ちょっと大きめのスライドになりますけども、こちらですね。もう一回で、例えば草上の昼食なんていう絵、ありますよね。この上のやつですね。で、この絵というのはもう大物議を醸すわけですよ。そうやってヴィーナスと呼ばれる、こう、ね、理想の美として描かれる女性像だったらいいけど、なんじゃこれはと。これは実際はモデルさん、右はマネの弟やったらしいですし、こういった、なんか知ってる人がモデルやって、また、もともとこの絵というのは元になる作品がちゃんとあるんですよ。あって、そういったティッツァーノであるとかっていうのから元になっているんですが、そういうのを出してものすごい物議をかますんですね。例えばこの裸のマハですかという作品ですけども、これも例えば元になる絵があるんですね。でもその元になる絵は黒猫ではなくて犬だったりするんですよ。犬っていうのは従順の象徴、黒猫っていうのはまた真逆、もうなんかおてんばでとか言っちゃうみたいな感じでしょ。で、元になるものを全く無視したような感じで、またこの女性どっかで見たことあるぞみたいな感じになるわけなんですよ。要は実在する人、あとはなんか立体感がないですよ。で、要はマネっていうのはその時こう、万博とかで日本絵画が紹介されて、この左の方にある、右かな、皆さんが見ると背景にありますね。なんかこう、お相撲さんかなんかのこう、あれがありますよね。浮世絵かなんかある。こういったものに影響を受けたわけでございますよ。あと平面的にこうやって描かれてい、っているというのとか。で、こういったもののリスペクトがあって入選とか落選をするんですが、またこっちのスライドに戻りますと、そうなんですよ。マネという人は、まあ一応印象派の立役者的な感じなんですけど、印象派展には出してないんですよ。ずーっとサロンには出すんですけど、まあ言うてしまえば、そそのかし屋的な若いルノワールとかモネとかに、お前らさ、ちょっとさ、なんかサロンとか落選してんやったら、なんかやってみたらっていうことで、あ、そうっすか、なんか先輩みたいな感じで、飲み屋で、カフェゲルボアでしたっけ、というところで、日夜、ケンケンガクガクこう飲み会開いてたわけですよ。その時にこうマネ先輩が、お前らちょっと落選してんやったら、なんかみんなでグループ展でもしてみたらええやんかっていうことで、開かれたのが第1回印象派展なんですよ。はぁ、あ。で、これ今最近になってちょっといろいろ出てきているんですけど、ちょっと言っていいかな、言いますけど、山田五郎さんっていうね方が最近YouTube をされて、すっごい面白いです。皆さん、私が話してるようなこと全部こう山田五郎さんの YouTube チャンネルでやってますので、ぜひご覧いただいたらいいと思うんですけども、
そのもともと私たちも習ったのは、その印象派展に出ていた絵というのが、もう絵の具を塗ったくったような汚いなんかやから、もうこんなもう印象でしかないわって、日の出印象というこの左下の作品、こちらの作品の イメージで、印象派ってこう新聞記者が名付けたって言うんですけども、その山田五郎さんの YouTube チャンネルの中でですね原文を読まれたらしいんですよ。新聞記事が今、フランスのその新聞を読むことができて、実際自分で全部一言一句翻訳してみたら、ちょっと印象が違うんですよ。ですっごいその話が面白かったんで、ぜひ、見られたらいいと思います。僕たちもすごい久しぶりに感動しました。教科書がちょっと変わるかもなぐらいの感じです。まあ、揶揄しているというか、新聞記者と架空の絵描きさんがいて、まあ、新聞記者というか美術評論家ですね。で、そのサロンの重鎮という人を勝手に見立てて、その人がその印象派展を見に行って、なんか言うているっていう感想を言い合っているというのを新聞に書いていた。すごい面白いですよね。で、そういう中にもちろん印象という言葉がいっぱい出てきて、印象派。彼らももう第2回から印象派って名乗っているっていうことは、揶揄されたというんじゃないんじゃないかというのが、その山田五郎さんの YouTube で話されておりました。っていうような、どちらかちょっとこう反逆心みたいな。でもセザンヌっていう人は確か第4回ぐらいまでしか出していないんですよね。面白いでしょ。で、ポスト印象派というふうに、その後エクスプロバンスというところに引きこもって、お父さんがもともと銀行やっていて、その銀行の資産をあれして、で、その当時何がもう一つ起こっていたかというと、先ほどの例えばルネッサンスの一つの革命で油絵というのがあって、もう一つ印象派の中に革命的なことというのは産業革命。あ、聞いたことあるぞ、産業革命。そうなんですね。イギリスで蒸気機関なるものがシュポ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 開発されて、こちらの作品ですね。これはターナー、ウィリアム・ターナーという人の作品なんですけど、蒸気機関っていう、雨、蒸気、速度、グレートウエスタン鉄道という作品、ナショナルギャラリーにある作品なんですけども、印象派ができる30年ぐらい前にこんなもうまさに印象派的な絵を描いてあるんですよ。ねえ。で、モネはそれを見ています。実際見ています。だからこの日の出印象的な作品になったっていうのが一般的な説なんですけども、産業革命が起こったことによって何が起こったか、もちろん蒸気機関のあるものができて、人間がすごいスピードで移動もできるようになって、これちっちゃくウサギがいるんですよ、このアメウンヌンカンヌン、ターナーの絵ですけども。っていうことが起こってきた。へえ、面白くないですか？あとは何が起こったかというと、チューブができた。で、チューブによって屋外に出ていくことができるようになった。それまでは顔料お弟子さんがこう、先生どのくらいですか、バンドシェンナとバンドって焼いたって、シェンナってシエナっていう、ね、意味で、シェンナってイタリアの、焼いたシェンナの土をポピーオイル、完成油とかをで練り合わせて、あれして、こういうのが油なんですね。油、化学性質の油、完成油なんですけども、練り合わせて、先生できましたっていうことで、トロトロの絵の具だったんですが、産業革命って機械ができて、硬く絵の具を練れるようになったんですよ。硬く。で、型練りができることによって何ができたかっていうと、プラスチューブができたっていうのは、チューブ詰めできて、屋外で絵を描くことができるようになった。で、それとプラス、写真というのが出てきていたんですね。再現するということが目的だった絵画から、さあ、じゃあどうしようか、屋外に出てみた。そしたら、わあ、すごい光の移ろいが、とかっていうのを描いていったということが、革命的だったんですよ。ということで、その後20世紀に入っていくと現代美術というものが出てきます。すごくこの辺はぜひ佐賀大学の先生方、詳しい先生方おられますので聞いてみるといいと思うんですが、皆様の日常の中にいろんなものが発展して進歩していってるということがあるんですね。携帯電話一つでも、パーソナルコンピューター一つでもっていうことがここにのスライドには載ってます。には日常がこう芸術的な、科学的なものと、あとはビジュアル的なものとか思考法とかによって発展していく。例えばミニマルアートっていうのがあるんです。でも今なんかミニマリストっていうこう考え方のしてますか、ものをどんどん減らしていきましょう的な。あるいはミニマルアートと呼ばれる。いろんなものが あるのを、いやもうこんなどんどんなくしていこうぜみたいな考え方なんですよ。二十世紀の美術ってそういうことを、印象派以降、セザンヌ以降、じゃあセザンヌ先生がやったことすげえやーっていうことで、あ、ピカソとブラックっていう人が、あ、でも物のじゃあ本質って何やろ、あ、いろんなとこから見て物事を書いてやろ、キュービズムが出てきたり、その後抽象表現、カンディンスキーっていう人によって抽象表現主義が出てきたり、難しい二十世紀美術に入っていくんですが、実はこういった歴史の流れとかを見ていくと、世界的なものの流れというのも分かってきます。じゃあ最後に、皆様に、生きる時代には大変な時代がやってきます。これは高校生に向けて言ってますよ。
必ず来ます。少子化によって労働人口も減っていきますよね。それでも税収を上げていかないと、ね、高齢者は僕らね、マルシュララララっていうこともあります。そしてそれが、便利さに甘えてしまうと、取り残されてしまうと私は思ってます。簡単に言ってしまうと、何でもこれから AI がやってくれるから私たち働かなくていいもんって言うてると、これはややこしくなってくるんじゃないかなというふうに思いますよ。全自動によってもうね、街中は全自動のタクシーやバスが出てきて、例えば、コンビニとか行ってもロボットがなんかしてくれるかもしれませんよね。ベーってして。で、もう全部センサーがついてて、もうなんかこう万引きしたビーとかなるとかっていう設定になるかもしれません。やったら楽ちん、働かなくていいと思っていると、じゃあ自分自身が、じゃあ家いてゲームだけやってればいいやってなってくると、僕はすごい危険な感じがするんですね。で、これからはやっぱり大事な想像力。でいろんなものを考えていく、今こういう時代やから次こんなことがあったりこんなことがあったりするんじゃないかっていうのは芸術的な思考なんですね。で、想像力というのがすごい大事です。あとは行動力なんですよ。これがなかなかコロナになって大変でございます。これは私の学生にも言ってますけど、やっぱり行動がなかなかできないことによって何が起こるかって、失敗する経験が減ります。家の中にある程度、家一日中いるとなかなか失敗することも少ないでしょ。やっぱり行動をしてみて、あ、こんなところにこう行って本物を体験するとかっていうことがやっぱり減ってきてるので、ぜひ、行けるチャンスがあれば皆様行動力をつけてください。そして想像力というのは2つの言葉があります。想像するというのと、クリエイティビティっていうのですね。あとは、頭で考えるクリエイティ、イマジネーション。この二つがありますよということを、覚えておいてください。この二つというのが、やはりこれから皆様に生きていく上においては、何か人、コンピューター、AI がやってくれるものに関しては、もうそれはそれで任せましょう。でも、人間が想像していくという力っていうのはずっと必要なものです。で、僕はもう一つ、これから生きていく上においては、よく私の一部の中で見てるんですけど、ホスピタリティっていうのはすごい大事になってくるんじゃないかなと思います。献身性ですね。何かこう、人が喜ぶんじゃないかなとかっていうことを考える。そしてそれを実行する、行動するっていうことはすごい大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。最後になります。私は大学に合格するまでにって書いてますけども、美術を通して学んだことを少し最後言っときます。皆さん違うということが大事です。で、違うということは個性なんですね。で、それが個性で、それが自分の後々武器になるということを理解ぜひしてください。そして失敗することが大事なんです。これ私昔予備校の先生してたことあって、20年ぐらい前ですか、ある学生から、先生どうやって失敗したらいいんですかって言ってきた学生いたんですよ。僕その時ゾッとしました。今の子たちはもうよりそれは多いです。失敗するの怖いっていう感じでしょう。でも失敗の仕方確かにわからないですよね。でも失敗するっていうことは、何か高い目標を設定すると必ず失敗するわけじゃないですか。例えばあんまり勉強していなくて偏差値50ぐらい40ぐらいとかいう子が、今高校3年生で、今から私東大に行く、東大に絶対行くんだって言っても多分無理でしょね。一年間じゃなかなか難しいかもしれません。だから自分の目標設定を今できる範囲のことで高く持つと、必ずそこに向かうプロセスにおいて、必ず失敗するわけですよ。だから、何もしないんじゃなくて、やっぱりまず目標設定を高くして、そこに向かっていくということを考えていくと必ず失敗します。そうするとそこで、じゃあどうしたらいいのかなって考えるわけですよね。こういったことを考えてみてください。そして最後にですね、日常に美を見出し、本当に、何か、こう、これ綺麗なとかかっこいいなっていうのをアンテナ張ってください。ピコーンってね。で、アンテナ張りながら日常を過ごしていくと、その、ホスピタリティ的精神っていうのは生まれてきます。私は YouTube をもう何百本、300本ぐらい。これは本当にコロナの中でこう、すごく例えば体が不自由な方とかがいて、なかなか外に出れないとか、高齢者の方とか、僕の視聴者ほとんど65歳以上なんですよ。で、本当に80何歳の人とかがメールをしてきたりするんですよ。で、やっぱりそういうことによって皆さん喜んでもらえるというのはすごく面白い幸せです。もちろん学生のためにも動画とか作っているんですけども、そういった人と僕はこの1年半で触れ合ったり、コミュニケーションを取ることができました。すごくそれは私にとっても良かったなと思います。新しいそういうこうね、YouTube というものを通してそういうこう経験ができたということもすごく良かったなと思います。すごいでしょう。60分ジャストで終わらそうとしています。そして美術を学ぶということは、イコール社会で生きていく力を身につけるということじゃないでしょうかという、ものすごい強引なこじつけかもしれませんが、ここに3つ下に書いてますね。前に踏み出す力、
ね、考え抜く力、どうしたらいいかな、こうしたらいいかなっていう考え抜く力、そしてチームで働く力、私一人のがいいっていう人もいるかもしれませんが、何かやるときに必ず何人かでやった方がアイデアも豊かになりますし、そこでケンケンガクガクなるかもしれませんけども、何か得意分野がそれぞれあって、そういうのが集合すると一人でできるものよりも大きなものができます。それが多分会社とかに入ったらそういうことですよね。でもこういうことを学べる科目ってありますか？体育ですか？家庭科ですか？数学ですか？美術一番やる気しません？これで、これ何かというとですね、経済産業省のホームページに載っていたんですよ。若者にこれから求める力はこれですよって経済産業省のホームページに書いてありました。ぜひですね、この前に踏み出す力、考え抜く力、そしてチームで働く力、この3本柱を美術を通して学ぶんだということを考えながら、じゃあその歴史というものを勉強していったら面白いですよ。そういったものが皆様の生活を豊かにしていき、世界の共通語を学ぶという気持ちで、もちろん英語とか絶対やった方がいいですよ。おじさんもできひんのでね、ぜひ勉強されてみてくださいということで、芸術地域デザイン学部、小木曽誠でした。さよなら。チャンネル登録よろしくね。 SNS もやってます。よろしくね。